ヤクルト1から2巨人、10日、神宮球場、巨人は3連勝、小林政治保守が3年ぶりの本塁打を放った。1点リードの7回1し、ヤフーレから左翼積載前列に飛び込むソロを放つと、ベンチの戸郷や秋広らも、おおと驚き混じりで喜びを爆発させた、スタンドはお祭り騒ぎ、小林自身も、まさか打てるとは思っていなかったですけど。 結果的にホームランになってすごく良かったと思いますとエミそういうバッターじゃないので後ろにつなげられるようにまた頑張りたいとうなずいた鉄壁の守備力を誇る34歳出場機会が増えた今季バットでも存在感を見せつけた小林の本塁打は21年9月12日広島戦以来971日ぶり通算16本目となった 作制保守だっったた大城が二軍攻殻となった先輩の小林は大城の思いも背負うようにみんな全力でやっていますし一番はチームが勝つこと匠も含めて全員でジャイアンツが強くなれるようにライバルとはいえチームメートなので匠が帰ってくるまで僕らが一生懸命頑張るだけなのでと思い合った